釜石市の皆さん、宇宙飛行士のそしてワンアース名誉顧問の山崎直子です。希望の桜の植樹おめでとうございます。釜石は日本の文明開化の一翼を担いました。その世界遺産に植えられた宇宙の桜は復興の土音を聞いて大きく育ち、やがては世界に誇れる立派な景観となることでしょう。いつの日かこの希望の桜の下で私も皆さんとお会いできたらと思います。本日は誠におめでとうございます。